皆さんこんばんは、神戸市民の淡井圭介です。日本の淡井圭介より日本のバンドマンの歴史についての説明の4になるんですけども、まあ、ちょっとこちらに関しては証言になっていただきたいなと、証言していただきたいなということで、ちょっと、呼びかけさせていただきます。これは、裁判所の方の裁判官も、まあ、そういうふうなところは認めてる方です。もともと私が働いていた、その20歳ぐらいの頃、神戸市立ホテルフルーツラーパークなんですけども、大元は財団法人みのりの校舎という会社です。で、そちらのところから、理事会の中に、株式会社神戸ワインの社長の人が、そこの理事会の中に入っていたりするんですけども、まあ、行政の、人たちが一体になっているところが財団法人みのりの校舎です。で、民間企業、まあ、いわゆる第三セクターと呼ばれてたところですね。それが、株式会社神戸ワインで、もともと神戸市西区の農業公園で農業中心に、神戸ワイン場を、運営していたと。まあ、こういうふうな図式なんですね。で、そこへフルーツラーパークの場合は、新栄フーズという会社があるんですが、そちらは、基本的に神戸市内ぐらいの範囲で、飲食関係のところ、街中のレストランと含めて、仕事を請け負っていたりだとか、請負いのあの制度もね、結局いらないような気がします、法律的に。で、僕はその新栄フーズや株式会社神戸ワインの方からの発注で、ファインハイゼンという、人材派遣会社、その当時は有限会社。これ法律的に詳しく説明すると、有限の中に株があるんです。で、これよくわかんない人たちいるから、有限はなくなったとか、株がどうだとか、そういうふうな話しますけども、限りがあるから有限で、その中に株式という形になってるんです。で、有限会社で、ファインハイゼンという当時は名前だったんです。そういうふうな伝票を書いてました。自分の仕事の、勤務時間を最後書いて帰る、伝票ですね。で、芸能人で山田マリアっていう人、僕と同い年ぐらいだったと思うんですけども、もう今、だいぶ前からもう15年ぐらい前からもうテレビであんまりもう見かけなくなって、今はもう全然見なくなってると思うんですけども、ファインハイゼンという会社で、もともと山田部長っていう人がいたんですよね。で、株式会社ファインハイゼンっていうのは、そう、私が働いていた当時、神戸市立ホテルフルーツラーパークとサンパルス六甲と、ホテルオークラはその当時神戸も入ってたかな、どうかな。あとは大阪の方の、ヒルトンだとか、ウエスティン、リーガロイヤル、その他、いろいろな、大手の、外資系のホテル中心に、仕事を、発注を受けていたと。こういうふうな形なんですけども、その山田マリアが神戸市立ホテルフルーツラーパークの、CM みたいなことを、テレビで言っていたりだとか、ただ、一緒に働いた時は名札新谷っていう名前で、新栄フーズという会社に新谷さんっていう方がいらっしゃったんですよ。だから山田マリアっていう名前なんですけども、働いてる時の名札は新谷であると。だから新栄フーズの人間なのか、株式会社ファインハイゼンの山田部長の娘さんなのか分かんないんですよ。でもそこまでややこしいこととかいろいろごちゃごちゃなことがあったから、2007年か、ちょっとその年代はちょっとはっきりと調べなきゃ分かんないんですけども、もう株式会社、神戸ワイン、要するに財団法人みのりの校舎が、神戸市立ホテルフルーツラーパークをもう運営すると。こういうふうな形で物事が決着ついて、新栄フーズとか、人材派遣会社の人間も多分もうその後発注かけてないと思うんですよ。着替えていたロッカーがないんですけども、ロッカールームみたいなところで、
こんなにたくさん発注かかってるのに、スペース、着替えるスペースが2畳ぐらいしかないんですよ。これみんな同じ時刻に出勤してきたらどうすんのと。本当にその当時は阪神・淡路大震災があったから、まあ、神戸市内で言うと、オリエンタル系列のホテル、新神戸オリエンタルホテル、まあ、今は違う名前に変わって、クラウンホテルとかそういった名前に名称変わってるんですけども、オリエンタル系列はメインだったんですよ。清新中央にあったりとか、元町の方にあったりとか。で、阪神・淡路大震災があって、まあ、あと、ホテルオークラ神戸、もう多分当時営業止まって、出たんじゃないですかね。まず、道が舗装できてないですから、もう披露宴どころの話じゃないですから。で、まあ、その分の仕事がある程度、神戸市立ホテルフルーツラーパークに流れてきていた部分があって、私が働いていた1997年ぐらいの頃に、まあ、年間300件ぐらいの披露宴を行っていたと。で、帝国ホテルの人たちとかも出向か何かで働きに来てくれて、まあ、キッチンの方にレシピを、まあ、ちょっとしたレシピを、提供してくれたりだとか、作り方を教えてくれて。で、まあ、その時はね、披露宴か、宴会かのコース料理で、神戸市立ホテルフルーツラーパークで3万円のコース料理出してるんですよね。金銭とかのお皿使って。で、もん盗んでも無駄ですよ。実際盗まれたりしてたみたいですけども、買うところがまずありません。みんな自分の家に皿ぐらい持ってるでしょ。で、もうみんな、余裕なんかもともとないから、お金の余裕が。そんな高いお皿なんか買う人なんかなかなかいません。壺とかと同じですよ。だから、まあ、ちょっと話逸れたんですけども、証言としてね、ジャン・ダルクさんも、その、マリアの爪痕とか、他のバンド系列の、まあ、他のバンド系列じゃない、他のバンドマンの方たちとかも、マリアに関する歌を歌ってるんですけども、何かこちらの人生を、ある程度反映させてるような内容とか、まあ、もしくは誤解を招くような内容とかになってるんですけども、誰かね、その当時の時のその山田マリアについてご存知ないですかね。ちょっとその辺証言欲しいんですよね。で、結局、本当はそこまでの話になっていて、多くのことで、その当時フルーツラーパークで中心人物になっていた私、淡井圭介。その当時は金井健一さんが社長だったんですけども、まあ、将来僕を役員として、まあ、見据えて、もう君はこちら側だからっていうことで、考えてくれてはいたんですよね。ただ僕は人材派遣会社の人間で、一応まあそちらの方からも正社員にはならないかという声はかけてもらってるんですよ。で、株式会社神戸前の方としても正社員にならないかという、もう本当に若いうちに正社員にならんかったらもう手遅れになると。で、片や大阪ヒルトンでの仕事の話があったと。で、まあ大阪ヒルトンで働かせていただいてる時に正社員にならないかとか、まあそういうふうな話とかもいただいたんですけども、結局ね、もう、いろんなことが、すごくたくさんあって、対応しきれないんですよね。もう、ごちゃごちゃになってましたから、もう、その若い頃に法律なんかもう、からっきしの方でしたから、いろんなことはある程度覚えてましたよ。神がかり的な力とか、スポーツの勝ち負けとかも当時ある程度関わって、結局、1998年の長野オリンピックでたくさんメダル取ったけども、いろんなスキーのジャンプ台とか、ワールドカップとかできてしまったと。で、パラリンピックでものすごい数のメダル獲得してるんですけども、獲得したはいいけども、その後、そのスポーツをさせてくれたのなんだろうっていうことで、結局国の税金に群がられるでしょ。別にこれ、まあ僕も力提供したりとかしてるんですけども、これもうこうなってきたら僕一人の責任で追い切れるようなレベルの話じゃなくなってるんですよね。で、僕も自分の力使用されてるのに お金がもらえない。パラリンピックの人たちとかも、メダル、金メダル獲得したら、1個500万円以上では売れますし、で、それ売ってもらわなきゃ困るんです。ある程度市場に出してもらわなかった世界中の人たち、オリンピック選手の人たちも。で、世界選手権とかでも、メダルとか、結局、上げたりしてるでしょ。で、電子基板とかの内部に関しては、電気の伝導率の高い金を使ったりしてるんです。わずかですよ。あんなもの溶かしてかき集めたところで、なかなか1グラムにもなかなかならないですよ。だけども、まあそういうのはしっかりと回収して、もう一度集め直さなかったら、金とか銅がなくなったら、電気を効率よく伝えれるものがなくなるんですよ。
金属の埋蔵量でも示しますけども、銅も少ないでしょ。だから、電線引くときは銅は絶対必要ですし、まあ、テレビとか、その洗濯機の中とか、まあ、こういうふうなスマートフォンもそうなんですけども、全部基板の中には、金が使われてるんですよ。だからみんながあんまり金メダルをずっと持っていっちゃうと、市場に出回らないでしょ、金が。だから相場が上がってしまったりとか、そういう話もあるんですけども、それ多分他国に売ったりとか、為替相場云々の時だと思うんですよ。一回僕は金を売りに行ったことはあるんですけども、質屋さんの方に、母が亡くなった時に、その骨壺の話とか、淡井圭介より、一番よりちょっと上の行のところに、その淡井圭介の生活状況、生活保護についてっていう欄があると思うんですけども、本当に、骨壺、まあ、仮想までは生活保護でもなんとかお金出してもらえるんです。だけども、その後の骨壺に関して、散骨を、まあ、海にするか山にするのかっていう話で、まあ、骨砕いてもらって、海に散骨するんですけども、まあ、3万円ほど費用がかかると。まあ、2万7千いくらで、で、送ったりするのに、輸送料金とかいるでしょ。で、もし3万円というお金を生活保護者の人が持ってなかったらどうなるかって言ったら、毎日骨壺家に置いたまま寝なきゃなんないんですよ。無理でしょ、本当に。で、まあ、母親の形見であった、まあ、持ち物の中で、まあ、金を売りに行ったりとかもしたんですけども、その質屋さん、まあ、神戸地方裁判所の裏手にの筋にある、まあ、質屋さんだから、まあ、信用度は高いと思うんですけども、金の価値はずっと変わってない。というようなことをおっしゃってたんですね。だから売り値はずっと同じなのかもしれないです。その給与の算定費はずっと固定されてるでしょ。だからそれはあくまでも海外に売った時の話なんじゃないかなとは思うんですけども、その辺のところはね、ちょっと僕もプロじゃないのでわからないんですけども、ちょっと話長くなりましたけども、まあこういうようなことを彼が言ってるっていうことで、まあバンドマンの方とかでも後の世代の方たちに伝えてもらったりとか、いろんなところに、まあちょっと話広げていただきたいなと思います。で、まあもう僕のホームページにアクセスしてもらったら、各自おのおのが上げていた動画に、まあ、アクセスしてもらえる可能性もありますし、それによってちょっとした収入、まあ、補える部分もあるんじゃないかなと思いますし、ゆくゆくは、まあ、これもどれだけ受け入れていただけるかによるんですけども、今までのその日本でメジャーデビューして、数年、しっかり、まあ、プロとして活動されてきた方の、その良い曲だけをね、集めた、まあ、結局リメイクのバンドになってしまうんですけども、それは、例えば中国でバンド活動をしてもらうときに、やっぱり中国語で歌ってもらわないと、それも的確に翻訳された内容で、じゃなかったらなかなか思いとかそういったことが伝わらないんですよ。その後ろにあったストーリーだとか。だからそこまでの話を行って、いろんな国に、まあ、英語圏だったら、英語圏で、英語がしっかりと歌える方たちに代表して日本の歴代のバンドマンの人たちの歌を歌ってもらって、まあ、まあ、外貨を稼いでいただくと。で、それによって、その歌詞とか元々の権利をお持ちの方たちは権利の収入を得ると。そうすることによって、まだまだ今まで作ってきた曲の価値が高められるでしょ。だからそこの辺のところは、日本のバンドマンなかなか歴代でこれだけの曲を作ってきましたよという部分もあるんでね。いい意味でのね、いい意味でのその、張り合いというか競争というか、まああんまりけど競争が過ぎると、だから正社員声を貸し上げないと、精神的にやっぱり持たなくなるんですよ。売り上げ下がってきたりとか、いろんな経費とかがかかってきて、で、いろんな書類だらけになるでしょう。領収書とかいろんなものがいっぱい溜まっていって、ちょっとね、今日いろんな話してるんで、途中でこの辺とか変わってきてるでしょう。これが法令線っていうことで、法令違反だと勘違いしてる方たちがいらっしゃるんですね。で、顔なんか一日寝たら治ります。で、すぐに顔を取り戻す方法だって僕は知ってるんですけども、相手の状況とかもあるから、ちょっと様子見たりとかするときは多いです。で、まあちょっと、まあこちらもそういう状況なんで、皆さんできるだけご協力していただけたらなと思います。で、310番に、その、裁判関係の近況報告っていうことで、310番ぐらいに、状況を記載してますんで、裁判始まったらまたそこに、いついつからこういうふうな内容で裁判始まりましたと。で、まあ裁判官はこういうふうに対応するとか、まあある程度の話が出てきたらある程度載せますし、皆さんちょっと証言に出ていただけませんかという部分もあるんですよ。申し訳ないですけど、皆さんちょっとご協力のほどよろしくお願いいたします。
それでは、今回はこの辺で、ちょっと、日本のバンドマンで半分面白い話結構あるんで、それもちょっと僕も何かちょっと面白い話、まあ仕事としてね、やっぱり9割ぐらいは真面目じゃないといけないと思うんですよ。ダメだと思うんですよ。で、1割ぐらいはちょっと面白い部分なかったら、多分精神的にもみんな持たないと思います。この世の中本当に難しいこと多すぎて。僕の情報、ホームページの内容全部覚えれます？無理でしょ、ほとんどの人。これプラス法律ですからね。さらに他国の言語とかそんな話になってきたら、もう情報をもう処理しきれない、本当に。で、結局、みんな各自分の窓口を守るだけの人間とか、自分の仕事だけの人たちになってしまって、社会全体のことを把握できる人間一人もいなくなってしまうとか、そういう現象になってしまうんです、本当に。だから、ちょっとなんとか、世界の五大問題とか地震についてに関してぐらいは皆さんで正しい知識を持っていただきたい。これは公務員の方も含めて、公務員試験も含めて、修正してください、行政の方たちで。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。